こんにちは、チョメです。バレンタインデーの武道会、ホグワーツの武道会、パート4分の4からやっていきます。ピーブズの部屋にやってきました。見つけたわ、ピーブズ。もう逃げられないぞ。君が盗んだ武道会の飾り付けを返すんだ。ピーブズがやったと、どうして言い切れる？この辺で悪さをするのはメルラスナイドだろ？ははは。大広間で君の自画像を見つけたんだ。君が飾り付けの一件に関わってるの。もうわかってるんだよ。この実体のない体でか、物を掴もうとしても手がすり抜けるんだぞ。冗談ばっかり言ってるんじゃないわよ。こっちは怒ってるんだから。こいつにはどう対処したらいいかしら、チョメ。話し合ってみるか。ちょっと落ち着こう。僕たちは敵同士じゃない。いい物にも飾り付けを取っていった理由があるかもしれないし。こんな奴に優しくしてやるんじゃないわよ、チョメ。さっさと懲らしめてやるわよ。こっちが先に歩み寄らなきゃ何の情報も得られないよ、メルラ。私は別に情報を集めに来たんじゃないわ。飾り付けを返すまでこいつをボコってやるために来たのよ。相手をなだめるためにも必要なもの、それはプレゼントだ。プレゼントを持ってきたらよかったな。黙りなさい。いいからさっさと飾り付けを返しなさいよ。そもそもどうして飾り付けなんか盗んだりするんだ。それはだな、退屈だと物を盗みたくなるんだ。ははは。ビーブズが飾り付けを盗むとしたら、それはつまりお前たちの企画がパーティーのそもそもの意味を見失ってるからだ。ダンスは楽しいもの、それを忘れるな。それから退屈したポルターガイストが大きな脅威になるのもしっかり覚えておけ。それじゃあ君はただ退屈してたって理由で武道会が台無しになるようなことをしたのか。そうだ、仮説としてはそうなるな。だが退屈と正反対のことを思いついたぞ。世界で一番面白いジョークを教えてくれ。大爆笑できたら、ビーブズのものになったお前たちにくれてやる。わかったよ。ビーブズを笑わせることができたら、飾り付けを返してもらえるんだな。なかなか楽に返してもらえそうだ。いや、結構大変なんじゃないの？私、ビーブズのストーリーめっちゃトラウマなんだけど、めっちゃ長かったからね、あそこのストーリー。8時間星効果で合格。ビーブズを笑わせる努力をする。どんなジョークなら大笑いするんだろう。君はどんなジョークが好きなんだ、ビーブズ？問題を解決させたいならダジャレをもっと考えるんだ。笑わせるよりも恐怖でおののかせるべきじゃない？個人的に言葉をうまく使ったジョークが好きだな。血まみれの男爵に言いつけるわよ。放課後に放課後廊下後の教科書を読もう。誰が考えてるのこれ。面白いね。一番面白いジョークは何か知ってるか？ダジャレだ。いや、私面白かった今の。この部屋を掃除しようとは思わないのか？おう、羨ましいのか。そのガラクタはピーブズのだ。触るな。せっかくの午後をこんな風に無駄にするなんて信じられないわ。あの牛、後ろめたそうにしてる。これ絶対日本語訳の人が考えてるよね。面白い。すごく。なぞなぞでも聞かせてあげようかな。あとね、メルーラがこの入った時にボコってやるとか、ボコるっていう言葉使ったのも面白かったもんな。問題を解決させたいので大事なものと考えるんだ。いろんなジョークを言ってみたけど、そのおかげで君がどんなジョークに大笑いするのか分かったと思うよ。ずっとダジャレがどうのって言ってるもんな。君は本当にさりげなさに欠けるやつだよ、ビーブズ。ジョークなのに苦痛を感じたら元も子もないからな。ははは。さあ、退屈で死んでしまう前に笑わせてくれ。ははははは。ひひひひひ。最高に面白いジョークじゃなかったら、ビーブズは消えてもらう。くだらないダジャレ言ってみる。いや、なぞなぞで言ってみるか。どんなのが出るか気になる。点々を付け足すだけで踊り出す家具があるんだ。なんだ？答えはタンス。家具の名前に点々を付けるんだよ。タンスに点々でダンスか。見ろメルーラ、ビーブズが今にも踊り出すかもしれないぞ。いまいちだ。タンスがいきなり踊り出すなら別だが、全然ダメじゃない。ちょっとビーブズ、もう見透かされてるって自覚して、さっさと飾り付けを返してよ。ははははははは、ひー。それは面白い。笑いが止まらないぞ。見透かされてるってビーブズが見透かされてる。ははははは。え、どういうこと？さあ、大爆笑させたわよ。早く飾り付けを返して。こっちは急いでるのよ。そんな釣れない態度を取る必要ないだろう。いじめるな、魔女め。ビーブズのお楽しみが、予定が大きく狂ったわけじゃあるまいし。いいや、君のお楽しみのせいでかなり窮地に立たされてるよ。時間ももうない。
だが最近この辺は退屈で仕方がないんだ。生徒たちは武道会のことで頭がいっぱいだし。ビーブズにしてみれば失礼な話だ。パーティーを開くのに誰もビーブズを招いてくれないんだから。寂しいだけかお前は。もしかして飾り付けを盗んだ本当の理由はそれなのか。ビーブズ、君もパーティーに行きたいのか。なんか物投げ合いとかやってそう。へへ、招待してくれるのか。それ嬉しいな。予定をいくつかキャンセルして時間を空けないとダメだが、どうしても来てくれって言うなら顔ぐらいは出してやれるかな。いや、キャンセルしなくていいよ全然別に招待なんて誰も。あ、ちょっと待ってくれメルーラ、これ以上問題を起こさないって約束するならバレンタインデーの武道会に招待するよビーブズ。もちろんだ、武道会は騒ぎを起こす場所じゃないからな。へへへ、それではこれで失礼させてもらう。後でパーティーで会おう。ちょっと待ってくれ、飾り付けは。ああそうだった、退屈で憎い会場なんてダンスにそう惜しくないからな。ビーブズが来るのならなおさら華やかにしてもらわないと。飾り付けは元通りにしておいてやる。まるでこんな騒ぎがなかったようにな。さて話が終わったならビーブズは武道会の準備があるからこれで失礼させてもらうぞ。相変わらず腹立つポルターガイストね。だけど飾り付けを元に戻してもらえるようになったじゃないか。武道会が始まる寸前に解決できてよかった。武道会、そうだったわ。始まる前にイスメルダを説得しに行かないと。仮面をつけた変なやつに武道会に一緒に行こうって誘われたらしいの。そいつと行こうかって本気で考えてるみたいなのよ。やめておいた方がいいって言ったけど、人の言うことに反発するタイプだから。その仮面の人が誰かは知ってるのか？あのね、ゲームズ、いくら私だって全てを把握してるわけじゃないのよ。私が知ってるのは今言った仮面をつけた男子だってこと。でもそれだけで変人だってことは明らかよ。だけど仮面がテーマのイベントだよ。そうだ、仮面といえばアンドレが武道会用に特別な仮面を作ってくれるって言ってたんだ。君はイスメルダのところに行ってあげてくれ。僕は変身術の教室に行ってくる。ようやく武道会の親密度を始められるぞ。身支度ですね。仮面を選ぶ、急いで来てくれ。武道会がもうすぐだから早く仮面を選ばないと。鎧のままに来ちゃったけど着替えてくればよかったかな。いやアンドレ、ちょっとしたトラブルはあったけど武道会はなんとか無事に開けそうだよ。ジェイがご馳走を選んできてくれてる。音楽もちゃんとプランできたし、キアラが委員長の後釜を引き受けてくれた。ああ聞いたよ、さっき彼女と話したんだ。またちょっと作業が遅れたらしいけど、今大広間で飾り付けの仕上げをしてる。どうやらビーブズのいたずらのせいでバーナビーが集めた花が全部枯れちゃったらしいんだ。でもキアラがちゃんと対処してくれたよ。枯れた花の代わりとして治療用の薬草を持ってきてくれたんだ。個人的には粋な飾りだなって思ってる。そうか、解決できてよかった。ああだから武道会のことはもう心配しなくていいんだ。おかげでやっと君の衣装のことに集中できる。君にはいろいろ助けてもらったから、そのお礼として君には特別な衣装を用意させてもらったよ。そうなのか、ありがとうアンドレ。武道会用に印象に残る衣装を2つ用意したんだ。だけど完璧な仮面がなきゃ武道会はただのダンスパーティーだ。だから仮面も特別なものを3つ作った。どれも個性豊かな仕上がりになってるよ。いいね、どれかもらえるんだろうね。これ男性と女性同じなのかな、すごいな。一つずつ説明するよ。そしたらホグワーツ初の武道会に相応しいと思う仮面を選んでくれ。3時間星5個で合格。仮面について説明を聞く。この武道会がうまくいったら恒例で開かれているなるといいな。どの仮面も違う表現になるようにデザインしたんだけど、この仮面は夜空をテーマに作ったんだ。その名も流れ星。この色は情熱と力強さを表現してるんだ。武道会は謎めいてるから特別なんだ。だからこれは魔法ミステリーって名付けたよ。この仮面は謎めいてるから周りにあの人は誰だろうって思わせたいならこれがおすすめ。流れ星を見るのも君と知り合えるのも幸運なことだから。これは赤い不死鳥って名付けたんだ。再生を象徴する作品だよ。君はどれが一番お気に入りだアンドレ。これは本物の不死鳥の羽かな。決める前にまずは試着しなきゃ。どの仮面も君のいいところを引き出すようにデザインしてあるんだ。仮面をよく見たし、そのデザインについても説明を聞いた。あとは選ぶだけだな。だけどそれは衣装を着てからの方がいいか。そしたら衣装に対して仮面がどう映るのかわかるし。選ぶ感じですね。さあどの仮面を試着したい。これ後で変更できるのかな。魔法
ミステリーを試着しようかな。ああ、それは王道だよ。魔法と謎は武道会の定番だからな。こんな感じになりますね。どうだ？しっくりくるか？いや、ちょっと変えましょう。わからない。別の仮面を試着させてくれ。ああ、いいよ。ちゃんとこれだって思えるものを選ばないと意味がないからな。さあ、どの仮面を試着したい？もう私、実況者ですからね。すべて一応見せますよ。こんな感じ。静かな存在感がある。あ、これでもかっこいいな。真ん中のところちょっと透けてるけど。でもこれちょめってバレバレじゃないか。仮面の意味あるのか？わからない。別の仮面を試着させてくれ。髪型でもわかるしね。ああ、いいよ。ちゃんとこれだって思えるもの。私はね、左のこの赤い不死鳥が欲しいなと思ってたんだけど。ちょっとやってみるか。うん。さて、どんな感じになるかな？ほら、かっこいいでしょ、すごく。こういうの欲しいなと思ってたから、これにしよう。うん。うん、すごく気に入ったよ。そうか。実は僕もそれを選んでくれたらいいなと思ってたんだ。僕のお気に入りだから。素敵な仮面を作ってくれてありがとう、アンドレ。おかげで、ちょうどいいタイミングで、支度が整ったよ。武道会がもうすぐ始まる。なんか着替えてない私。さっき鎧着てたんだけど。うん、楽しみだな。というか、君もあの噂は聞いたよな。噂って何のことだ、アンドレ？さっきペギーが衣装を見に来た時、ベンのちょっとした話を教えてくれたんだ。どうやらベンは好きな人をダンスパーティーに誘うために、ペギーに相談したらしいんだよ。でも誰を誘うかは言ってくれなかったって。好きな人を誘うのがすごく恥ずかしくて、誘う時に武道会の仮面をつけることにしたらしい。おかしいよな。それって、メルーラからさっき聞いたんだけど、仮面をつけた人がイスメルダをダンスに誘ったらしいんだ。もしかして、ベンはイスメルダを武道会に誘ったのかな？ちょっと信じられないけど、それっぽいな。まあ、二人が一緒にいるところを見るまでは確信は持てないけど。もうすぐパーティーだからすぐにはっきりするよ。そろそろホグワーツ初のバレンタインデーの武道会が始まる。ベンとイスメルダってどうなんだろうね。ダンスに行く。ホグワーツ初の武道会が始まるよ。早く来て。ピーブズが委員会にいたずらを仕掛けたって聞いたわ。さすがしか言いようがないわね。はてなはてなはてな。あ、そうか、仮面つけてるからか。あなたも委員会の他のメンバーもよくやってくれました。飾り付けを返した時にサプライズをいくつか仕込んでおいた方がいいかもしれない。仕込まれなかったかもしれない。さあどっちだろうな。ヒヒヒヒヒ。これなんかこんな感じですね。バタービールがまず入ったところ。でもこれ格好でバレちゃうよな、普通に。で、仮面のでっかいやつのピエロみたいなのって、手前にお花があってから、奥はこんな感じ。いや、すごく綺麗だ、これ。よくここまでできたね。しかもこの紫の霧も素晴らしい。髪型ちょっと変えてみましたよ。これは自動で演奏してる感じですね。これトンクスだろ、絶対。こんにちは、チョメ。武道会の準備はうまくいったようね。お疲れ様。しかもトンクスって書いてある。みんなが協力してくれたおかげだよ。例えばこの薬草。キアラが飾り付けとして加えてくれたんだ。すごく綺麗だな。ええ、大広間は見間違えるほど綺麗になったわ。音楽もすごくいいし。あなたが焼いたパスティも美味しい。それに全員で同じ衣装を着て、仮面だけで見分けるっていうアンドレの演出もすごくいいわ。あなたの仮面も火の躍動感があって素敵よ。ちょっとホークスを思わせるデザインね。最高だわ。ありがとう、トンクス。僕も気に入ってるんだ。武道会を聞くまでに予想外のことがいろいろ起こって、本当に開けるのか不安になったこともあるけど、今はもうそんな心配せずにパーティーを楽しめそうだよ。予想外のことといえば、確信が取れたわよ。あのそばにいるカップル、ベンとイスメルだよ。どこどこ？あ、本当だ。イスメルだ、綺麗じゃない？髪型とかも。意外と可愛いかもしれないな。めっちゃ合ってる。あ、ベンも楽しそう。これいいね、すごく。本当か？それじゃあ、やっぱり、ベンはイスメルダをダンスに誘ったんだな。ただの噂だと思ってたのに、まさか本当だったなんてね。人の心って本当にわからないわ。でも、あなたはあの二人のことをどう思う？ベンとイスメルダはいいカップルだと思う？いや、すごく良かったよ。うん、いいと思うよ。二人とも緊張して、なんだか可愛い。私には理解不可能だわ。だってスリザリンとグリフィンドールがあんな風になるなんてほぼないことだし。まあ珍しい光景が見れるのはいいけどね。ありえないカップルだけど、だからって一緒に楽しく過ごせるわけじゃないし。そういえばあなたのデートの相手も来てるのよね。うん、まだ見てないけど。いや、見たのかな。仮面だらけで誰が誰だか分かりにくいよ。まあそのうち落ち合えるわよ。
それじゃああなたは相手を探さなきゃいけないし、私はこれでいいパーティーにしてくれて本当にありがとう、チョメ。キアラはどこにいるんだろうね。ベンとイスメルダは端っこで踊ってなくて真ん中で踊ればいいのに。あ、いた。白い髪型。いや、いるよ、いるよ。普通に。あ、キアラ来てくれたよ。誰か探してるみたいね。うん、デートの相手を探してるんだけど、全員が仮面をつけてるから、なかなか見つからないんだ。それじゃあ、お手伝いするわ。人探しは得意だし、どんな人を探してるのか教えて。優しくて寛大な人だな。その人はすごく優しくて寛大な人なんだ。だから今頃どこかで困ってる人を手助けしてるかも。そんな風に言ってくれるなんて嬉しいわ、チャメ。声でバレるよね。私はただできることをやってるだけだけど、それが人の役に立ってるなら願ってもないことだわ。え、キアラ、君なのか。いや、これ失礼だろう、逆に。そうよ、いつ気づくだろうって思ってたわ。武道会を無事開催できたし、あとは音楽を聴きながら楽しむだけね。さあ踊りましょう。キアラどんなダンスしてくれるんだろうね。いや、キアラ選んでよかったな。いつもペニーだったから。8時間星5個で合格、武道会を楽しむ。ピーブズも今左端で飛んでたね。見えるかな、ここにいる。中はこんな感じです。ピーブズもなんだかんだ楽しんでますね。右側はね、こんな感じ。ベンも真ん中に来てる。あのさ、イスメルダ、僕が誰かはもう分かったか。みんながこんなにも綺麗に着飾られてるのはアンドルのおかげだな。委員長なんて何度もやるもんじゃないわ。私は次はご馳走の担当をする。いい武道会になったようで安心した。バーナビーのお花をピーブズが全部枯らしちゃったから、代わりになるものを用意しなきゃいけなかったの。その仮面、あなたの目の色がすごく芽生えてる。君は委員長として本当によくやってくれたな、キアラ。ベンとイスルメラも楽しんでるだろうな。僕はダンスが下手だけど、ゆっくり左右に揺れるぐらいならできるよ。仮面をつけてるから、誰も私だって気づいてない。何見てんだよ。このステップを見て、チョメ。東京の街中でも、ロンドンの中心街でも、あのさ、イスメルダ。この中で、マコゴナガル先生もタップしとこう。いい武道会になったようで、安心しました。みんな、すごく楽しんでるわね。これは大成功って言ってもいいんじゃないかしら。お花の代わりに、治療用の薬草を使うことにしてよかったわ。私もちゃんと貢献できたって気になるから。今夜のパーティーをずっと楽しみにしてたのに、実際に始まってみるとあっという間に時間が過ぎていくわね。そうだな、もう最後のダンスだ。そうだな、だからちゃんと思い出に残るように楽しく踊ろう。まあ、セレスティナ・ワーベックのバラードで夜を締めくくるなんて感動しちゃいそう。いいのを選んだわね。喜んでもらえてよかった。武道会を開けるようにお互いに一生懸命頑張ったよな。ええ、力を合わせたからこそこんなにも素敵なダンスパーティーを開くことができたわ。でも夜はまだ終わりじゃない。あなたのために特別に用意したものがあるの。本当？きっと気に入ってもらえると思うわ。このダンスが終わったら中庭まで来て。この魔法のような夜を締めくくるのにぴったりだと思うわ。何がもらえるんだろうね。すごく楽しみだ。なんかみんな周り私たちを見始めたんだけど、どういうことなんだろう。気になってるのかな。ただ仮面つけてるけど誰が誰かってわかるよね。これもしかしてデートの相手と会う。これ出ないでさ、何回も見れるんじゃないの。ここ多分一回出たらもうダメだと思う。ちょっとタップしてみますよ。ほら、ダンスができる。さっきのやつ。ここでちょっと着替えたりとかできるのかな？やってみよう。ちょっと着替えてみました。お面も取れるんだけど。こんな感じに。じゃあ右下出てみましょうか。もう一回入れるのかな？これ。もう入れないよね。ほら。
一回出ちゃったらもう入れなくなるからね。さっきのところでいろいろ着替えてから。ただね、将来的にね、思い出機能っていうのが出てきたら、また遊べるかもしれませんね。さあ、やってきました、中庭。これは全部僕のために？そうよ、あなたが私のために成長させた花、それとあなたが作ったパスティ、おやつを食べながらの方がいいと思ったから。さあ、ここに座って。ありがとう、キアラ。すごく嬉しい。武道会も楽しかったけど、すぐに終わっちゃったから、もう少しあなたと一緒にいたかったの。それからあなたの仮面姿も素敵だったけど、やっぱりこうして顔が見れる方がいいわ。またこうして武道会を開けるかな？どうかしらね。ねえ、あなたは武道会の何が一番楽しかった？これ、君と踊ったことってやりたいんですけど、私正直な気持ち、ベント・イスメルダがデートしてたことがね、めちゃめちゃね、良かった今回。ベント・イスメルダがデートしてるところを見れたのが一番楽しかったな。ええ、ちょっと意外だけど、バランスの取れたいいカップルって感じだったわ。僕は君のそばに入れたのが一番良かったよ。なんか僕っ子になってたな。あなたにはいつもハッとさせられっぱなしね。何事にも一生懸命だし、困ってる友達がいたら手を差し伸べてくれる。しかもあなたはどんな大変なことも全部涼しい顔でやってのけるの。ありがとう、キアラ。そう言ってくれて嬉しいよ。またこうしてデートできたらいいわね。もう私のことはすごくわかってくれてるけど、お互いにまだ見せてない一面があるだろうし。あなたはとても特別な人よ。何があってもあなたとこうして星空の下で過ごしたことは絶対に忘れない。キアラ、首の向き方すごくない？なんか90度こっち向いてるんだけど。ちょっとやってみたけど、痛いよ、すごく首。キアラ大丈夫これ？体もこっち向いてないと。ちょっとホラーだよ、ちょっとだけ。ちょっと怖いって、キアラさん。チョメはまあなんとか横になってるけどね。いや、よかったよ、今回のイベント。めちゃめちゃ。あ、過ぎ寄ってる。ペニーが見たらどう言うんだろう。私ペニーと恋人なんですけどね。流れ星も流れた。やっぱ毎回最後がいいよね。あの大広間のところもすごく良かったし。バレンタインデーの武道会完了、フォービア以下の通りです。ゲット。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。これも着替えてからさ、出るまでの間さ、こうやって何回も繰り返してできますね。見れる。ほら。なんか服とか着替えたりとか、ね、髪型変えて何度もできるとか。これなんか毎回やりたいよね。思い出機能で多分追加されたらそっからできるようになるんだと思うけどね。いや、何度見てもいい。素晴らしい。記念の仮面ももらいました。デートの相手と一緒に武道会を大いに楽しんだ。その夜のことをいつまでも思い出せるように。デートの相手がつけてた仮面を記念としてプレゼント。寝室に行って仮面をタップすればエネルギーを回収できる。右下、仮面、ありました。ここに飾りますか。はい。ちょっとタップしてみましょう。多分1しか回復しないと思うけど。で、終わらして。いきますよ。20。タップ。何時間で回復するかわかりませんが、このようにね、棚に置くことができました。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。